調査の結果、2年前に自殺したと思われていた貞本美紀子の手がかりを手に入れた怪盗たち。1年半ほど前、医者を名乗る白樺康隆という男が貞本美紀子の写真を持ち、神室町で聞き込みをしていたのだという。ようやく見つかった手がかりを手に、怪盗たちは医師の住む白樺診療所に向かう。一方、二人を探るもう一つの不穏な影が。の場所変えたのに、よく寝たまま止められるね。おーめしほら起きて、もうすぐご飯できるから、お皿くらい運んでよ。度胸が。怪盗の兄貴、勝ち込みっす。んだと、親父は無事か。あ、おはよう、お寝坊さん。あれ、なんで俺ここに。確か美紀子を探して、あれ、やっぱり寝ぼけてるみたいね。夢でも見てたんじゃない。ほら、もうすぐ朝ごはんできるから、お皿運んでくれる。あ、おう。いただきます。いただきます。ん？どうしたの？いや、今朝も綺麗だなと思ってな。え、どうしたの突然。ん？いや、なんとなく。もしかしてまだ寝ぼけてる？寝ぼけちゃいねえさ。じゃあ私にのぼせちゃってるのかな。かもな。なんか今朝は変だね。なあ、美紀子、貸し込みの件だが。え？やっぱよ、俺にとって親父は父親以上の存在なんだ。だから。食事は楽しくする。喧嘩になるような話題は食事中は禁止。同棲始めるときに決めたよね。ああ、そうだったな、悪い。なあ、美紀子。ん？明日も一緒に朝飯食おうな。そうだね。俺が洗うよ。うん、ありがとう。ねえ、正春さん、今日のことだけど。なんだ？うん、なんでもない。
そうか？なあ、ミキコ。こんな暮らしがさ、ずっと続けばいいな。あのよ、俺、考えてみたんだけど、松金の親父も話せばきっと理解してくれると思うんだ。え？俺は親父と杯交わした時、この命も預けたつもりだった。だから親父的にかけようとした連中は今でも許せねえ。だがお前のことも悲しませたくねえ。正春さん、それってどういう。ミキコ、俺決めたよ。勝ち組は行かねえ。松金組は簡単にはやめれねえと思うが、なんとかする。だからミキコ、これからもずっと一緒にいよう。おはよう。二人とも朝から暑いね。え？あら、ジュン、遅かったじゃない。また寝坊？母ちゃん、寝坊してるのは親父の方だよ。まだ寝ぼけてるみたいだしな。なあ、いつまで寝ぼけてんだ。都合のいい夢見やがってよ。おい、おっさん、カイトーのおっさん、起きろって。着いたぜ。おお、そうか。何の夢見てたんだ。なんかすっげえニヤニヤしてたけど。なんだったかな、覚えてねえや。ああ、そうかよ。なあ、母ちゃん生きてるよな。ああ、あいつは自殺するような女じゃねえ。生きてるさ、きっとな。うん、そうだよな。俺を捨てて死んだりなんかしねえよな。診療所と自宅も兼ねてるみてえだな。ここに母ちゃんの手がかりが？かもな。確証はねえが。はい。急にすまねえな。俺はカムロ町で探偵やってるカイトーってもんだ。探偵？カムロ町の？なあ、人探しを頼まれてよ。ちょっと聞きたいことがあるんだ。なぜ私に？誰を探しているんです？貞本美希子という女性だ。死んだはずの俺の母ちゃんなんだ。でも生きてるかもしれないって聞いて。息子さん？少々お待ちください。八神探偵事務所のカイトーだ。白樺康隆です。この白樺診療所の委員長をしております。あなたが貞本美希子さんの？ああ、ジュンだ。貞本美希子を知ってるんだな。ええ、
知っていると言っていいものか。どうぞ座ってください。こんなところですみません。男の一人暮らしゆえ中は散らかっていまして。いやいいさ、こっちも突然押しかけちまったからな。で、ミキコの件だが、あんたカムロ町でミキコのことを聞き回ってたらしいじゃねえか。1年半ほど前のことだ。ええ、間違いありません。なぜそんなことを？身元を確かめるためです。身元を？どういうことだ？ここを登った先の山奥に大きな滝があるんです。自殺スポットとして有名でして、1年半ほど前その滝の下流に一人の女性の遺体が流れ着きました。それで？遺体は腐敗しており顔は確認できませんでしたが、上着のポケットに一枚の写真が入っていたんです。新宿カムロ町のミレニアムタワーで撮った写真でした。おそらく息子さん、あなたと一緒に写った写真です。え、俺？他に所持品がなかったので正確な身元は分かりませんでした。警察も身元不明者扱いで捜査してくれていたようなのですが、捜査の進展は芳しくない様子で、しびれを切らした私は自らカムロ町で聞いて回ることにしたのです。その女性の写真を持って。先ほどお聞きした証言はその時のものでしょう。じゃあミキコの遺体を調べたのって？ええ、私です。旦那は遺体の DNA 鑑定を依頼したって話だったが、結果に間違いはなかったのか？はい、残念ながら 99% 貞本美希子さんで間違いありません。なあ、カイトのおっさん、どういうことだよ。この人何言ってるんだ。おい、カイトのおっさん。おいったら無視すんなよ。お前だってもう分かってんだろ。無駄足だったんだよ。ミヒコは、お前の母ちゃんは死んでたんだ。嘘だ。白川さん、美希子の死因自殺だったってのは間違いねえのか？遺体に不自然な外傷は見当たりませんでした。警察も他殺の可能性はないと言っていましたし、間違いないでしょうね。わざわざご足労いただいたのに、こんなことしかお伝えできず申し訳ありません。タクシーを呼びましょう。駅まで送らせます。写真、ミレニアムタワー。おっさん。なあ白川さん、ちょっといいか？何でしょう？そのミキコの遺体が持ってた写真ってのはミレニアムタワーでジュンと一緒に撮った写真1枚だけだったのか？ええ、それだけでしたが。あ、まさか。
おっさん？おかしいな。白樺さん、あんたの証言には不可解な点がある。はい？いいか、ミキコが所持していた写真がミレニアムタワーで撮ったもんで、あんたが生前のミキコのことを知らなかったなら、こいつとあんたの証言が大きく食い違うんだよ。カムロシアターでずっと働いてる掃除のおばちゃんがいてな、あんた1年半前におばちゃんにミキコの写真見せてこう聞いたそうじゃねえか。カムロシアターに関係のある人かもしれないと。なぜわかったんだ、ミキコがカムロシアターに関係があるかもしれない人だってよ。あんたの見つけた遺体が所持していた写真はミレニアムタワーで撮影されたもんだったんだろ。他に身元につながるもんを遺体は持ってなかったんだよな。あ確かにミキコはカムロシアターに関係のある人だ。だがそんなことは赤の他人には知りようがない事実なんだよ。あんたがミキコ本人から聞きでもしない限りな。そのどういうことだ、話せ。わかりました、話します。どうぞ上がってください、その方がわかりやすいでしょうから。お、座ってください。お茶入れ直しますので。なあ、カイトのおっさん、あいつ母ちゃんを監禁してるとかじゃないか。なんか変質者っぽい感じがしたし。監禁か、だから家族にも連絡ができなかったと。可能性はあるな。だろ、襲いかかってくるかもしれねえから気をつけねえとだな。とんでもねえサイコ野郎かもしれないぜ。写真だ。髪が長いな、一時期短くしてたけど。そんな前じゃないと思う。
誰が撮影したんだ？そもそもなんでここに？なあ、カイトーのおっさん、これを撮ったのが母ちゃんがいなくなった後なら。ああ、生きてるってことになる。が、これだけじゃ何とも言えねえな。これって、ああやはりミキコは生きていた。だが不可解だな。なぜ白樺は死んでるなんて嘘をついたんだ？そもそもミキコが家族に連絡をよこさなかった理由は？ああ、いろいろおかしいな。あの医者のおっさんを後で問い詰めてやろうぜ。85度はコーヒーだよな。慣れてねえみたいだな。すみません。毒を盛ろうだなんて考えんなよ。しませんよそんなこと。あっと、鍛えるような男には見えねえかな。女にモテようと思って買ったけど途中でくじけちゃったんじゃね。学校のダチにもそんなやついたぜ。ま、そんなとこだろうな。食い物でも持ってんのか？おお、カイトーのおっさんの分もあるぜ。ほら。そんじゃ、いただいておくか。こりゃあ。ん？何の匂いだ？
キコは生きてる。そうだな。ええ、生きています。健康上も何の問題もありません。しゃあ、カイドウのおっさん。ミキコが生きてたってなら、あいつはこの2年間何してたんだ。なぜ家族にも連絡してこなかった。それに今どこにいるんだ。ミキコさんは連絡しなかったんじゃないんです。できなかったんです。どういうことだ。乖離性健忘、いわゆる記憶喪失だったからですよ。なんだと。2年ほど前、私は付近の河原で大怪我を負い、気を失っているミキコさんを見つけ保護したのですが、その時すでに彼女には記憶がなかったのです。ただ自分の名前がミキコだということ以外は。記憶喪失。そっか、だから連絡できなかったんだな。それでミキコはどこにいるんだ。いえ、それがミキコさんは今はもうここにはいないのです。え、いない。白樺さん、どういうことか聞かせてもらうぞ。ミキコが生きてるってことは、あんたはあいつの死をでっち上げたってことになる。はい、全てはミキコさんを守るためだったのです。守るため？どういうことだ。大怪我を負ったミキコさんを保護した直後のことです。この辺りに普段見かけない不穏な輩が現れるようになりました。彼らはミキコさんの写真を持ち、この女を見かけなかったかと近隣住民に聞いて回っていたそうです。彼らはうちにも訪ねてきました。そして彼らの姿を遠目に見たミキコさんはひどく怯え出したのです。そいつらどんな連中だった。20代後半から30代中盤の若者たちでした。髪を染めたりピアスをしたり、派手な服装で、正直いい印象を受けませんでした。柄の悪いチンピラといった感じで、近づきたくない種類の人たちですね。きっとそいつらが2年前に母ちゃんを殺そうとしたんだ。ええ、私もその可能性は考えました。2年前、ミキコさんは何らかの事件に巻き込まれた。そして自殺に見せかけるため、生きたまま滝壺に突き落とされてしまったのでしょう。ですがその後死体が見つからず、ミキコさんの死が報道されることもなかった。だからこそ彼らはミキコさんの生死を確かめようと、この近隣で探り回っていたのでしょうね。じゃああんたが母ちゃんの死をでっち上げたのって。ええ、彼らの目を欺くためだったのです。なるほど。つまりミキコを監禁してたわけじゃねえ。ヤバそうな連中から守るためにかくまっていたってわけか。だが腑に落ちねえな。なんで札に連絡しなかったんだ。それがミキコさんが警察に連絡することをすごく嫌がったのです。いえ、正確には警察というより外の世界に対して異常に怯えていて、自分が生きていると誰かに知られることを極度に恐れているようでした。記憶がないのに。いわゆる記憶喪失という症状は、記憶がなくなってしまうわけではなく、思い出せなくなっているだけなのです。特に心因性の健忘の場合、過去の極度のストレスやトラウマが原因だったりしますので、
忘れているはずの危険を無意識に忌避してしまうことがあるのです。要するに記憶喪失でも頭の中に嫌な記憶は眠っていて、本能的に危険を避けてしまうことはあるということです。はあ、よくわかんねえけど、そういうもんなのか。さっきあんた、ミキコがもうここにはいないって言ってたな。どういうことだ？10日ほど前のことです。私が仕事から戻ると、ちょうどミキコさんは家を出て行こうとしているところでした。テレビもつけっぱなしで、持ち物もろくに持たずに、尋常じゃない様子で玄関から飛び出してきました。私が思うに記憶を取り戻した様子でした。記憶を？ええ、記憶を取り戻したきっかけは分かりません。ですが彼女は理由も告げず去ろうとしていました。私にはやらなければならないことがあると、そう言って。やらなければいけないこと？なんだろう。わかりません。ですがその時のミキコさんは、私が知っているミキコさんとは別人のようでした。それまで柔らかで穏やかだったミキコさんが、まるで何かに取り憑かれたかのようで、その顔は憎悪に歪んでいました。憎悪？間違いないのか？はい、私ははっきりとそう感じました。それも尋常ではない。あれはまるで身を焼き尽くすような憎悪。思い出してしまったら、正常な精神でいられないほどの何かがあったからこそ、彼女の記憶はこの2年間封印されていたのかもしれません。彼女自身の心を守るために、おそらく2年前にミキコさんのことを探っていた連中とも無関係じゃないと思います。けどさ、記憶を取り戻したのに俺たちに連絡してこなかったのはなんでだろう。それは分からねえ。連絡したくない理由でもあるのかもしれねえ。もしミキコさんが何かしら犯罪を犯すつもりだったとしたら。どういうことだ？いえ、もしそうなら、ミキコさんが死んでいることになっている方が都合がいいはずだと思いまして。この世に存在しないことになっているならば、どんな犯罪を犯そうと、ジュン君や旦那さんに迷惑がかかることもありません。ミキコさんの犯行だと発覚さえしなければ、二人を犯罪者の家族にしなくて済むのですから。カイトーのおっさん、俺なんだかすごく嫌な予感がする。だがあんた、よく警察の目をごまかして死をでっち上げられたな。私は地元の警察医をしているんです。だから別の遺体をミキコさんのものと誤認させることも不可能ではありませんでした。近くに有名な自殺スポットがありますからね。身元不明の遺体がよく上がるんですよ。そういえば貞本さんが、ミキコの遺体は顔の認識ができないほど腐敗していたとか言ってたな。ええ、
偽物と分からぬよう多少細工させていただきましたが、背丈も美希子さんと似ていて好都合でした。その遺体に美希子さんの所持品を潜り込ませたのです。 DNA 鑑定もあんたが？そうですね、必要な検体を私がすり替えました。よくもまあそこまで。発覚したら首じゃ済まねえだろう。許されることではないということは分かっています。ですが全ては美希子さんを守るためだったんです。美希子のやつ、名前以外は完全に忘れちまってたのか？そのようでした。住んでいた住所も生年月日も家族のことも思い出せないようでした。美希子さんは私が見つけた時点では所持品を何も持っておらず、身元を知る手がかりもありませんでした。おそらく急流で持ち物が全て流されてしまったのでしょう。ん？確か写真を持ってたはずだろ。ああ、それは美希子さんを保護して半年ほど経った頃、滝壺の下流の方で女性物の上着を見つけたのです。その上着のポケットにこの写真が入っていまして。ああ、これカムロ町に行った時に撮ったやつだ。やはり後ろに写ってるのはミレニアムタワーだよな。それなのにあんたはカムロシアターで聞き込みをしていた。ミキコが記憶喪失だったのに、なんであんたはミキコがカムロシアターに関係のある女だって分かったんだ？テレビでカムロ町開発の歴史を特集する番組が放送されていたことがあったんです。その番組で昔のカムロシアターのことを紹介している場面があったんですけど、ミキコさんが反応していて。反応？泣いていたんです。懐かしいような嬉しいような表情をして。あ、記憶は戻らなかったのですが、彼女にとって大事な場所だということだけは分かりました。あの写真は彼女をカムロシアターに連れて行った時のものです。保護してから2年ほど経ち、相変わらず記憶は戻りませんでしたが、外に出られるほどには元気になっていました。私は彼女を外に出したくなかったのですが、美希子さんがどうしてもカムロ町のカムロシアターに行きたいというものですから。白樺さん、カムロシアターで美希子はそのどんな様子だった？そうですね、あそこは昔とは随分と様子が変わってしまったようですが、それでも彼女は懐かしそうにしていました。思い出せないけど大事な場所だってわかるって。とても穏やかで幸せそうな表情を浮かべていましたよ。そうか。あのさ、ちょっと引っかかったんだけど、1年半前には河原で母ちゃんの写ってる写真見つけて、カムロ町でいろいろと聞き込みしてさ、母ちゃんの身元分かったんだよな。え、それは、はい、そうですね。で、死体でっち上げて警察の目をごまかしたと。それは分かるよ、母ちゃんが嫌がったんだから。でもなんで俺たちにも本当のこと連絡してくれなかったんだ？それは、その…確かにそうだな。
そもそもあんた、ミキコ本人にもあいつが何者か教えなかったんだよな。あんたは分かってたにもかかわらずよ。おい、まだ何か話してねえことがあるな。すみません、本当にすみません。実はその私はミキコさんのことを、そのまさか惚れちまった手が。は？はい。マジかよ。ほとんど一目惚れのようなものだったのですが、気がついた時にはミキコさんに夢中になっていました。それからはこの生活がずっと続けばいいと思うようになっていきました。そんな時にあの写真を見つけてしまったのです。ですが彼女が自分の正体を知ってしまったら、家族の元に戻って行ってしまうかもしれません。だから、彼女と暮らす2年間は本当に幸せでした。至福の時間でした。女性と付き合ったことのない、ずっと孤独だった私の元に突然天使のように美しく優しい女性が現れたのです。すみません、本当にすみません。ですが誓って彼女とはその清い関係を保ってきましたから、決して傷ついた彼女につけ込むようなことは決してしておりません。信じがたいね。2年も一つ屋根の下で暮らしてたんだろ。本当です。手すら握ったことがない。いいか白樺さん、あんたがミキコを保護しかくまってくれたことを非難するつもりはねえ。あいつを狙うヤバそうな連中から守ってくれてたんだからな。だがな、どんな理由があろうと、あんたがミキコに身元を告げなかったことで、あいつが家族の元に戻るって選択肢を奪われたことは確かだ。そのことでミキコの家族がどれだけ心配したと思ってる。すみません、ご家族には謝っても許されることではありませんよね。まってけ、ミキコにも後でちゃんと謝っておけよ。ま、ぶん殴られるかもしれねえか。おい、なんだよ。こんにちは、貞本美希子さんいますかね。なんだお前ら。グレン会って知ってる？新宿とかで活動している仲良しグループなんだけどさ、俺メンバーの西尾ってんだ。グレン会？知らねえな。半グレの類か。海藤さん、彼ら2年前にミキコさんのことを聞いて回っていた連中だと思います。何？あんたらさ、カムロ町で貞本ミキコの行方探し回ってたんでしょ。奇遇だね。実は俺らもあの女探してるんだよね。あの、以前にもお話ししましたよね。貞本美希子さんなら亡くなりましたよ。この人たちも美希子さんを探しに来られたのですが、
亡くなったことを先ほどお伝えしたところです。残念、もう嘘バレちゃってるんだよ。前はマジで騙されたけど、俺らの仲間が最近さ、あの女をしっかり見てんだよ。それに人殺しは放っておけないでしょ。人殺しだ？あのイカレ女がよ、グレン会の先輩殺して回ってやがんだ。はあ？何バカなことを。いやマジなんだって。ほらカムロ町で若手エリートの連続殺人事件が話題になってるっしょ。あれ殺されてんの実はグレン会立ち上げたすごい先輩たちでさ、殺人現場にもあの女がいた証拠が残ってたし、早くあのイカレ女捕まえないとマジヤバいんだって。まさかそんな。それじゃあミキコさんが言ってたやるべきことって、そのグレン会って連中への復讐だったってのかよ。まとにかく家の中調べさせてもらうよ。ご協力感謝します。ミキコならいねえ。俺らも探しに来たんだが出てった後だったんだ。本当かな。お前らミキコを見つけてどうするつもりだ。さあリーダーに聞いてみないとわからないけど、無事じゃ済まないだろうね。死ぬよりもっとひどい目に遭うんじゃない？仇になって幸せにやってた先輩たちの人生終わらしちゃったわけだし、まあ俺たちなりの生かしたやり方でたっぷり苦しませてから死んでもらうことになると思うよ。そうかよ。だったらこっちも俺なりのやり方で邪魔させてもらうぜ。いってなあ。ああくそ、顔に傷がついたじゃねえか。今日エステ行ってきたばかりなんだぞ。明日の合コンどうしてくれんだ。白川さん、順を頼む。は、はい。何なんだよお前、なんで邪魔すんだよ。あの女の古い用心棒だよ。さあまとめてかかってきやがれ。Yeah!
多少たしなんでおりまして。なんや、もう始まっとるんかいな。俺が行くまで待て言うとったやないか。シュウちゃんこいつマジ無理だって。あとは任せとき。俺が来たからね、もう安心や。ガソリン補給。なんだこの酔っ払いは。あんたが怪盗さんやな。俺はグレン会の代表やっとる剣持ち言うもんや。グレン会のやっとった地下格闘大会で無敗のチャンピオンやったんや。みんな俺とあんたとの喧嘩楽しみにしとったんやで。はあ？盛り上げなあかんな。
休もうよ。これ以上飲んだらダメだって。今日はもうお開きにしようよ。さ、酒、酒。みんな、宴も竹縄だけど今日はここまで。お疲れ様でしたってことで撤収。なんだりゃ。また戻ってくるかもしれませんね。一応警察には連絡しておきましょうか。なあ、カイトのおっさん、あいつら母ちゃんが仲間を殺して回ってるって言ってたけど本当かな？何にせよ俺たちの目的は変わらねえ。今はミキコを探す、それだけだ。まあそうだけどさ。送っていきましょう。私もミキコさんのことが気になりますから。お、いいのか？交通費が浮くから助けるぜ。つけられていないようですね。あの、カイトさんとミキコさんはどういうご関係だったのですか？え、どういうってなんだよ突然。カムロシアターをテレビで見たとき、彼女は涙を流していました。昔を懐かしむように。それにあなたもその話を聞いたとき、昔を懐かしむような切ないような表情をされていました。
あの場所はもしかして美希子さんとあなたとの思い出の場所なのでしょうか。もしかして二人はお付き合いをされていたのですか。さあな。やっぱりそうなんですね。美希子とはな、一時期は一緒になることまで考えたよ。結婚まで？なぜしなかったのですか。俺は当時極道の人間だったんだ。美希子は俺に仇になることを望んでいたが、当時俺が所属していた組がトラブっててよ、親父が撃たれて抗争になりかけてたんだ。だから抜けるわけにはいかなかったんだよ。つまり美希子さんではなく組を選んだということですか。まあそういうことになる。それで愛想をつかされちまった。勝ち込みを終えてアパートに戻ったら置き手紙が残されてたよ。海藤さんは今でも好きなんですか、美希子さんのこと。好きってお前な、あいつは人妻だぞ。人を好きになるということそのものにそんなことは関係ないと思います。もちろん法的な問題や倫理的な問題はあるでしょう。しかし好きという気持ちは法律では縛れません。だから自分の気持ちに素直に向き合うことは罪ではないと僕は思いますね。ああ。それにあなたは後悔しているんじゃないですか、美希子さんと別れたことを。え？なんでそうなる。勘ですよ。どうなんです。こうして必死になって探してるくらいだし、まあすっきりはしてねえのかもな。ってことはやっぱり今でも好きなんですね。さあな。だがこいつと一緒に美希子を探すうちに、あの時違う選択ができたんじゃねえかと思う瞬間があったことは確かだ。もしかしたら俺には別の人生があったんじゃねえかってな。海藤さん、僕は美希子さんのことが好きです。一方的な片思いですが、それでもこの気持ちは本物です。彼女のためなら全てを投げ出したっていい。この命でさえも。あんたそこまで。初めてなんです、ここまで人を好きになったことが。だから僕は彼女が戻ってきてくれたらプロポーズするつもりです。なあ、くれぐれも美希子がすでに人妻だってことは忘れんなよ。もちろんです。ですがこのまま何もせずに引き下がったら一生後悔すると思うんです。だから決死の覚悟で僕は行きます。あんたなんかかっこいいわ。なんだか騒がしいな。消防車が来ているようでしたし、火事でしょうか。なんかチンピラが騒いでましたよ。社長がやられたとか言って。それって最近話題の若手エリートの連続殺人事件だよな。うちの社長もやってくれねえかな。
おい、あんたら、火事のあったビル、どこだかわかるか？天下一通りの方みたいっすけど。カイトさん！ああ、すぐに向かうぞ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。
しょ。相手見てから喧嘩売れっつごちそうさま。ありがとうございました。女はどこだ。この上から回り込めるらしいっす。おい、お前らグレンカイだろ。あれ、お前
あの医者のところにいた。悪いが、お前らを先に行かせるわけにはいかねえんだよ。さあ来い。てめえ、こっから先は通行止めだ。ぶっ飛ばしてやるよ。くまれや。じゃどうなってるか分からねえ。てめえ邪魔だ。どき上がれ。それはこっちのセリフだ。やらせてもらうぜ。
話しなさい。他の奴らはどこにいるの？知らねえんだ。俺はもうグレン界の連中とは手を切ってたんだ。今日はたまたま顔を出してただけで。嘘をつくな。貴様、応援はまだか。早くしねえと西村さんまでやられちまう。ミキコ。マサハルさん、なぜだミキコ。こいつらが殺したからよ。こいつらがお父さんとお母さんを、マホを焼き殺したのよ。だがあれはマホちゃんのストーカーの仕業だって。そんなのはでっち上げよ。全部こいつらがやったの。なんだと。あ、足だけだ。てめえ死ねえ。ああ、起きた。そうだ、ミッコは昨日の事件はどうなった？警備会社のオーナー足崎という男が屋上で撃ち殺されていたそうです。オフィスが燃えてたみたいだが、火を放ったのも同一犯か？さあ、詳しいことは何も。そうか。それともう一人、昨晩足崎の元を訪れていた西村という男性が今朝路地裏で殺害されているところを発見されたそうです。こいつらが殺したからよ。こいつらが、こいつらがお父さんとお母さんを、マホを焼き殺したのよ。そういえばカイトのおっさん、さっき警察が来てたぜ。後で事情聴取したいから目覚ましたら連絡してくれって。ちっ、めんどくせえな。あ、だだだだだだ。銃弾は肩をかすめただけで大事ないそうです。奇跡的に骨折もないそうで。医者が頑丈だってびっくりしてたぜ。屋上から大人一人抱えて落っこちて平気とかどうかしてるって。ふん。だったらこうしてる必要もねえな。カイトさん、のんきに入院してる場合じゃねえ。ミキコを追う。警察が来たら厄介だしな。俺も手伝うぜ。なあカイトさん、でしたらこちらを。これは？カムロ町でこれまで殺害された4人の被害者のデータです。昨晩のうちに調べてまとめておきました。おお、助かるぜ。調べてみたところ、被害者たちは少なくとも表向き、堅気の人間だったようです。
ただネットの情報によると悪い噂のあった被害者もいたようで、どうも実態のわからないきな臭い人間が多いです。ハングレってのはヤクザと違って組って縛りがねえ。抜けるのも入るのも自由。それこそ大学のサークル感覚だな。昨日あんたの家を襲った青い髪のやつが言ってたように、今は連中足を洗って仇として過ごしてたんだろうさ。なるほど。それと被害者の中には過去に地下格闘技大会などに出場した経験のある手だれの男もいたようです。にもかかわらず犯人は被害者をねじ伏せ尋問さえした形跡があったとのことで。ミキコは昔から護身術の心得はかなりあったが、結婚した後も趣味でジムとかキックボクシングとかいろいろ通ってたよ。母ちゃん強かったし、多分男が相手でも怠慢なら負けねえと思うぜ。そうかよ。それで次はどうするんだ？そうだな、とりあえず現場を調べるか。現場というと？昨夜殺しのあったビルだよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえ。なるほど。ですが昨日の今日です。警察が入れてくれますか？許可取るつもりなんて最初からねえさ。忍び込む。そうですか。なんかすごいですね。それじゃ俺たちは行くんで、警察への言い訳は頼んだぞ。ええ、ミキコさんをよろしくお願いします。彼女を止めてあげてください。ジュン、それにカイトさん、なぜ？ゲー、いやー、これはその深い事情があってな。貞本さんこそどうしてここに？いえ、警察の知人から連絡があって、ジュンらしき少年がここにいると。そうか。ジュン、お前何をやってるんだ？一人で何日もほっつき歩いて。うるせえよ。俺は帰るつもりなんてねえからな。あ、ジュン。まったく、あの子は。あの、貞本さん、ちょっと話せるか？ジュンのことと、それとミキコのことだ。え、ミキコ？結論から言う、あんたの奥さんミキコは生きてる。生きてる？ミキコが？どこにいるんですか？無事なんですか？ああ、無事といえば無事だ。だが、相当厄介なことになってる。厄介なこと？そんなことになっていたなんて。まさか、ミキコが殺人なんて。ミキコは言っていた。真帆ちゃんや両親を焼き殺したのはグレン会の連中だって。にわかには信じがたいです。あの事件は真帆ちゃんのストーカーによる仕業だとずっと思っていましたから。あの、カイトさん、ミキコはストーカーのこともグレン会のでっち上げだって言ってたんですよね？そうらしい。ストーカー野郎は放火の濡れ衣着せられて殺されたのかもしれねえな。貞本さん、何でもいい。今回のことについて何か心当たりないか？今はとにかく情報が欲しい。まさか。ん？どうした？実は放火事件の以前からミキコの実家はとある不動産ブローカーに土地の売却を提案されていたそうなんです。確か外資が大規模な商業施設の開発を検討しているとかで
話がまとまればかなりの額で売却できるとか、そんな話だったかと。ミキコの両親はそんな誘いを一蹴したと聞きます。真帆ちゃんのストーカーによる放火事件はそんな時に起きました。そうか、その放火事件の裏にグレンカイがいたってことだな。立ち退きに応じないミキコの両親を脅すために。あるいは最初から殺害するつもりだったのかもしれません。ミキコのご両親や真帆ちゃんが亡くなった後、あの土地は遠い親戚が相続したのですが、いわゆる事故物件扱いになってしまったので扱いに困り、結局ブローカーを通して売却されたそうなのです。そしてその事実をミキコは知ってしまい殺されかけた。筋は通るな。だとしたらミキコの気持ちはわかります。私だってそいつらが犯人ならこうしてやりたい。たかだか金なんかのためにあまりにもひどすぎます。それと貞本さん、そのあんたに会ったら聞いておきたいことがあったんだ。純の本当の父親のことだ。純が言っていたんでしょう、あなたが本当の父親かもしれないって。わかるのか。以前純と言い争いになった時にあいつがそんなことを言ってましたからね。そうだったのか。純は私の息子です、間違いありません。まあそうだよな。純自身本当は分かっていると思いますよ。そんなのは自分の幻想だって。あの子はもう14ですからね。分かってる？そうなのか？ええ、純はそう思い込みたいだけなんです。確かあれは小学校の頃だったと思います。純のやつその頃からミキコの日記をこっそり読んでいたようで、ずっと憧れていたようですよ。ヤクザのヒーロー海藤さんに。本人からも聞いたよ。私は純が小さい頃から仕事が忙しく、ほとんど構ってやれませんでした。仕事でイライラしていた時は構ってほしくて無邪気に近づいてきた純を邪険に扱ってしまったこともあったと思います。だからミキコがヒーローのように書いたあなたのことを本当の父親じゃないかって信じたくなる気持ちはわかるんです。だから純にはもう少しその幻想を信じさせてあげておいてもいいと思います。実の父親としては情けない話ですが。あ、まずい、取引先からの連絡が。貞本さん、純のことは俺が探しておく。責任を持って家に帰らせるが、あんたももう少し純と話をして。失礼。はい、貞本です。ええ、例の仕事の件ではお世話になりました。ちなみに謝礼は払いますんでご心配なく。ええ、大丈夫です、ちょっとトラブルで。見ただろ、ああいうやつなんだ。結局仕事が最優先。忙しいんだろ、そう言うね。さてクソ親父もいなくなったことだし、調査続行と行こうぜ、カイトのおっさん。ああ、確か現場は天下一通り裏だったな。まだ警察がいるかもしれないんだろ。ま、そん時はそん時だ。行くぞ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
と？相手見てから喧嘩売れっつうの。行こうぜファイトのおっさん。運動になったかな。ありがとうございました。
でくな。待てって。ダメだ。かかってこいよ。でいや。てい。うら。やらせてもらうぜ。仮面じゃねえ。相手見てから喧嘩売れっつ。おお、行くのか。よっと。ちょっと
ダメだ。こっちにも警察が。どうすんだよ。仕方ねえ。こっそり忍び込むか。ジュン、お前はここで待ってろ。もしバートーの連中が来たら、近くの警官に向かって叫べば連中も逃げてくだろう。ああ、わかった。Thank you.
お、どこだ。こりゃThank you.
大手。え？そんなはずは。本当だ。弱えな。署内の大会で優勝したって言うから期待したのに。参ったな。将棋クラブとか入ってんの？別に。教わったわけじゃないし。ま、生まれ持った才能ってやつだね。おい。あ、赤いとのおっさん。何やってんだ？暇だったからおまわりさんと将棋してたんだ。行くぞ。手がかりが手に入った。行くってどこに？次の調査だよ。おお、分かった。はい、何でしょう。お前パソコンとか詳しいよな。燃えちまったハードディスクのデータを確認したいんだが、できるか？状態によりますが、不可能ではありませんね。お、なら頼んでいいか？できれば急ぎで。ええ、お安い御用です。怪盗さん、今度はどんな事件に首を突っ込んでるのですか？ああ、そうだな。一応お前には話しておくか。他にも調べてもらいたいこともあるし。実はな。なるほど。半グレ愚連会に夏目家の放火事件ですか。なかなか興味深いですな。海藤さん、例のハードディスク、高速バイク便をそちらに向かわせますので、すぐに送っていただけますか？届き次第解析してみましょう。おう、分かった。頼むぜ。それじゃ張り込みに行くか。お前の母ちゃんが現れるかもしれねえ。張り込みって刑事ドラマとかで見たことあるけど、すげえ退屈なんだろ？嫌なら事務所で待ってたっていいんだぜ。いや、俺も行く。行こうぜ、カイドのおっさん。なんか食い物でも持ってんのか？おお、カイトのおっさんの分もあるぜ。ほら。そんじゃ、いただいておくか。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ごちそうさま。ありがとうございます。
なったかもな。相手見てから喧嘩売れっつ。行こうぜ、ガイドのおっさん。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。旗から見たら変じゃねえか。そうか、野球の試合帰りの親子にしか見えねえだろうか。そうかな。お、あいつは今出勤したところみたいだな。なあ、本当に母ちゃん来るのか。わからん、だが可能性はある。
ミキコが次に剣持ちを狙ってるんだよな。それじゃあしばらくの辛抱だな。火貸してくれよ。うん。同じだな、タバコの銘柄。言ったろ、未成年だろうが。やめとけ。しゃ。さて、ちょっと場所変えるか。なんでだ。同じ場所でずっと張ってたら怪しまれるだろ。それと服装も変えるぞ。よし、つけてみよう。この前話しとったジジイがおるやろ。立ち退き拒否しとる一人暮らしの頑固じいや。うんうん、どうなったの。孫みたいに可愛がっとる犬ころがおんね。あれさらってやったわ。かわいそうだよ。でな、じいさんにホットドッグ届けてやったね。それじいさんに食わして犬の肉や言うたらゲロ吐いてめっちゃビビっとった。しゅーちゃん、冗談の趣味悪いってば。その犬生きてるんだよね。ああ、犬は西尾が可愛がっとるわ。よう懐いとる。じいさんが言うこと聞いたら返してやるつもりや。
西尾がな、毎晩合コンやっとんねん。あいつ女が欲しくて必死やな。かっこ悪いわ。メンズエステとかすごく言ってる子だよね。せや、男磨けば女の方からやってくるもんやが、あいつは中身があかんねん。心が汚いねん。エステで顔磨く前に心磨かなあかんわ。今度グレン会でタゲにでも打たれに行くのもええかもしれんな。でも心が綺麗になったらハングレとかやってられないんじゃない？何言うとんねん。俺らは汚いことなんか何もしとらんで、ハングレなんて人が勝手に言うとるだけや。俺らはな、ただの仲良しグループやねん。寄付なんかもしとるねんで。そうなんだ。話せよ。その人嫌がってんだろうが。ん？ああ？ガキは引っ込んでろ。話せってんだろ。純のやつ、たく仕方ねえな。このガキは。早く行きなよ。ありがとう。邪魔しやがって。こりゃしつけてやらねえとな。待て。そいつは俺の連れだ。文句なら俺が聞いてやるよ。んだてめえ、こいつの親父か？だったら親子まとめて教育してやるよ。やらせてもらうぜ、暴れるドラ。剣持を追わなきゃいけないのに。そうだな。だがお前がやったことは正しい。だから気にすんじゃねえ。そうか。それに剣持はまだこの近くにいるはずだ。急いで探すぞ。ああ。
たぞ。あそこだ。死んだ足崎おるやろ。あいつがあそこにピアスしとったらしくてな。これ火葬の時外すんかな。普通は外すんじゃない。せやけど葬儀屋かてそんなとこまで見いひんやろ。お稲荷さんの裏側やし気づかれんのちゃう。お稲荷さん知らん。お稲荷さんあそこのことそう言うやろ。耳たぶってお稲荷さんって呼ぶの。もしかして大阪の方言。おいおい、かまととぶるなや。かまとと？あかん、あかんわ。ジェネレーションギャップか。お前には教育が必要そうやな。ああ。兄貴、あいつです。ん？あ、さっきのお前か。俺の後輩を可愛がってくれたのはよ。お礼に来たぜ。死ねや、おら。ねえ、もうめんどくせえな。それどころじゃねえが、仕方ねえ。速攻で片付けてやる。
手間かけさせやがって。ジュン、急いで剣持たちを追うぞ。俺のグレン会もでかくなったもんや。最初は9人かそこらの大学のサークルやったやで。すごいよね、しゅうちゃんのことを慕ってたくさんメンバーが増えたんだよね。さや、グレン会はなフラットやからな、上下関係とかないね。そこがええらしいんや。みんなニックネームで呼び合うんやで。俺はな、上下関係とかそういう堅っ苦しいの嫌いやね。そうなんだ。グレン会のメンバーはみんな友達や。一緒に飯食って酒飲んで旅行にも行く。困った時は助け合う。仲間傷つけたやつは許さへん。仲間傷つけるやつがおったらみんなで一緒に袋叩きにすんで。せやけど入るも抜けるも自由、縛りもあらへん。それがルールや。じゃあ抜けた人は仲間なの？もちろんや。せやからカムロ町でグレン会の OB 殺しとる女は必ず見つけ出してぶっ殺さなあかんねん。生きたまま皮剥いで、その皮目の前で犬にでも食わしとるわ。楽しみやわ。えらいね、しゅうちゃんは友達を大切にするんだ。なあ、あそこって何？なあ、お前は知らなくていいことだ。あれってどうした？あ、やっぱ母ちゃんだ。なんだと？きっと剣持のやつを尾行してたんだよ。まずい、罠だ。え？剣持ちの野郎、わざと尾行させてミキコをおびき出したんだよ。離せ！ミコさん！くせえ！どうする？もたもたしてられねえ！立ち込みだ！マジで？俺はどうすれば？危ねえから、お前は事務所に戻ってろ。分かった、母ちゃんのこと頼んだからな。おい、お前
センダか？バトンとこの。カイト、なんでてめえが。ミキコと一緒にいたよな。どういうことだ。ミキコ殿を依頼人を守るためだ。それじゃあまさかお前らの依頼人ってミキコだったのか。ああ、そうだよ。詳しい話は後だ。ミキコはどこにいる。ミキコさんなら上に連れて行かれた。やられたぜこのホテル。クレン界の島らしい。だとすると厄介だな。カイト、すまね、頼む。あの人はミキコさんを助けてやってくれ。言われるまでもねえよ。早速現れやがったか。さあ来い、どりゃ。そんなんじゃ当分動けねえだろう。とりあえず表に出とけ。悔しいが、そうさせてもらうぜ。エレベーターは一番上で止まって、あとは頼む。奴を部屋に近づかれ。ってことはミキコがいるのはそこだな。邪魔だ、どきやがれ。暴れるで。
たか。てめえ、まさか。あんた、この女の用心棒とか抜かしてたんやってな。はあ、一歩遅かったようやな。あんた、何を守るつもりやったんや。どんだけタフなんだよ。
殺すつもりなんかなかったよ。てめえ何言ってんだ。あの女の家、中には誰もいねって、旅行中やって聞いとったよ。だから火つけて。忘れさせてくれるくらいにな。なあ、もっと殴ってくれや。せやないと痛ってあかんのや。たまらんのや。ここがずっと痛いんじゃ。お前は死ぬまで怯えて苦しめ。ミコ、遅くなってすまなかったな。